皆さん、こんにちは。小森です。今日は調味料の発音を一緒に勉強したいと思います。調味料というのは、seasonings のことです。日本の調味料には、いろいろとありますけども、その、いくつかをご紹介いたします。まず、醤油、soy sauce。皆さん、ご存知ですね。フィリピンにもたくさんのフィリピンの醤油もありました。日本の醤油はいろいろな種類があります。今は、刺身醤油とか、それから卵がけご飯用の醤油とか、いろいろな種類の醤油がありますけども、まあ、普通一般的にお料理に使う調味料としてこの醤油が日本では基本的な、シーズニング調味料になります。ソース、これは、洋食のカツとか、それからそうですね、カレーにかける人もいますけれども、ウスターソース、中濃ソース、とんかつソース、この3つが昔からあるソースの種類です。ウスターソースというのは、液体状で薄いっていうのはとろとろしていない、サラサラしているソースですね。中濃ソースっていうのは中くらいのとろさ加減で、とんかつソースっていうのはかなり、もったりしています。カツなどに、とんかつなどに、かけるときに使います。これがソースです。次は味噌。味噌は大豆から作る調味料のことですけども、味噌スープ、味噌汁に入れる、作るために使う味噌ですけども、こういうふうにいろいろな種類があって、今は出汁が入った味噌が売られていますので、もう出汁を取らなくても味噌スープ、味噌汁を、味噌を入れるだけで作ることができるような味噌がたくさん売られています。次は酢、vinegar ですけども、日本の酢はもともとこれ米酢と書いてありますけども、お米から作られる酢が、基本的なものでした。外国では、まあ、フィリピンなどでは、リンゴ酢とか、それから、西洋の方ではワイン酢など、いろいろなものから酢が作られますが、日本ではこの米から作る米酢というものが一般的です。次は油、オイルですけども、この油はいろいろな種類がありますね。キャノーラ油とここに書いてありますけども、オリーブの実から作られる油はオリーブオイル。コーンから作られるとコーン油。ごまから作られたものをごま油などと、言います。次はバター。バターですね。雪印北海道バターというのがとても、昔からあるバターで、これは、牛のミルク、牛乳から作られている本物のっていう言い方おかしいですかね。バターですね。このバターがミルクから作られているものはバターと言いますけども、植物から作られた油でできているものはマーガリンというふうに言います。バターとは違いますね。次はマヨネーズ。マヨネーズはキューピーマヨネーズが、一番有名です。卵の黄身と、それから油と、お酢を少し、でそれに調味料を少し砂糖などを加えて、作られます。マヨネーズ。これは日本のマヨネーズとフィリピンのマヨネーズでは本当に味が違いましたけれども、このキューピーマヨネーズは
日本人の口に合う、とても美味しいマヨネーズです。次、ケチャップ。このケチャップは、カゴメトマトケチャップと書いてあります。ケチャップっていうのは、私は、トマトから作るものだと思っていましたけど、フィリピンではバナナケチャップっていうのがありました。バナナから作っているんでしょうかね。わかりませんけど、赤い。そして、すごく甘いケチャップでした。はい、で次は、胡椒。ペッパーですね。胡椒。唐辛子。チリですね。唐辛子。生姜。ジンジャー。生姜。わさび。わさびっていうのは皆さんはフィリピンの人はこういうチューブに入ったものしかご存じないかもわかりませんけども、本当はこういう、植物のこの根の部分をこうしてすりおろして作るものです。これは本当に頭にツーンとくるというか、辛い、美味しい本物のわさびです。まあ、これも美味しく作ってありますけども、これが本当のわさびの植物です。マスタード。マスタードは、からしですね。和がらしと西洋がらしがありますけども、マスタード。いろいろなお料理につけます。肉まんにつけて食べたり、おでんの具、おでんの、につけて食べたりもしますね。あと、ホットドッグにつけますね。ホットドッグにはマスタードとケチャップをつけて食べると美味しいですね。次はカレー粉。カレー粉は日本ではルーとして売っていますけども、本格的にカレーを自分で作りたい人は、このカレー粉で作るととても美味しい独自のカレーが、作ることができます。次に、面白いですね。これは塩辛い。塩辛いというのは、salty。塩辛い。こんな顔になっちゃいますね。酸っぱい。梅干しを食べた時とか、それから、カラマンシーとかレモンを食べたときにこんな顔になります。酸っぱい、サワー、酸っぱい。そして次に苦い、苦いのは薬とか青汁とかそういうものを、苦いというふうに、表現します。この中には入っていませんけども、甘いというのも、甘い、スイート、甘いっていうのもこの中に入ります。塩辛い、酸っぱい、苦い。で、料理の中で、この料理は味が濃いなとか、この料理は味が薄いなというふうな扱い方をします。これは、塩加減が多い、塩が多いと味が濃い、ちょっと薄めないとね、と言ったり、塩が少ないと味が薄い。味が薄いからもう少しお塩入れようか、もう少しお醤油入れようかというふうに味が濃い、味が薄いという言い方をします。お料理を作るときにこういう表現も覚えておいてください。今日はこれで調味料、シーズニングの、発音を終わります。面白いなと思われたら、グッドマークを押してください。そして、またこのような動画をアップしますので、見たいなと思われる方は登録をよろしくお願いします。では、また明日。